大塚ホールディングス、大塚科学大塚科学株式会社は、大塚グループの科学メーカーである。大塚グループの中核企業の一つで、科学品を手掛ける。特に科学品部門ではヒドラジーンで知られる。またオロナミン C の事業も手掛けている。かつては農薬肥料部門も有していたが、現在は OAT やグリオとして独立し、大塚グループを離れている。大臨界の会員企業である。 なお、大塚グループでは他に、大塚食品が、大輪会に参加している。2002年9月1日に、持ち株会社化し、大塚科学ホールディングス株式会社に称号を、変更、会社分割によって新たに設立した、大塚科学株式会社など事業3社に事業を移管した。ただし、オロナミン C 事業のみは、持ち株会社に残されたため、 純粋持ち株会社ではなく事業持ち株会社であった。この時点で、大塚科学 HD は、大塚グループの中間持ち株会社となったが、グループ中核の持ち株会社、大塚ホールリングス株式会社の子会社ではなかった。個人株主が多数存在したため、大塚 HD は、子会社の大塚製薬工場、大塚製薬、大宝薬品工業などの持ち株分を含め、 大塚科学 HD の24%の株式しか保有しておらず、逆に大塚科学 HD が大塚 HD の筆頭株主であるというねじれが生じていたのである。この複雑な資本関係を整理して事業を効率化する目的で大塚 HD は大塚科学 HD を子会社にすることになる。まず2009年3月27日に 大塚科学 HD が524億7000万円の第三者割当増資を実施し、これを大塚 HD が引き受け、出資比率を50.35に引き上げた。そして、同年7月1日に大塚 HD との間で株式交換を実施し、大塚 HD の完全子会社となった。また、持ち株会社化に際して一度分離した大塚化学株式会社を、 九州合併し、事業会社化して、大塚科学に社名を復帰した。なお、ウィドースタイルや、大塚グループは株式会社大塚家具や、株式会社大塚商会と何の関係もない。いずれの番組も、オロナミン C もしくは、ボンカレーの CM を流していた。ありがとうございます。